関東綱五郎は日本の教閣である。村上元蔵の小説、次郎長三国志に同名で登場。清水次郎長配下の清水二十八人衆に数えられる、大瀬の半五郎と同一人物であるとされる。本名は鈴木綱五郎、出生名は鈴木綱之助。関東の綱五郎とも。百二十二年、武蔵区に玉城条をくぬぎだ村あざ落合に、 八王子仙人同心を務める鈴木宗七の息子、つまり、鈴木家の六代目、綱之助として生まれる。先祖は、海の国にあったが、甲州征伐による1582年4月3日の武田氏滅亡に際して、同地に移住したとされる。甲州街道に面して、その成果は立地した。八王子市に残る綱五郎の墓姫によると、 数え年19歳の時にあたる1840年に出本し、上の国を経て、各地を遍歴し、駿河国清水港に流れ着いたという。山本哲舞が次郎長に聞き書きし、次郎長の生前に上司した東海有協殿には、第十二回、笠と高い治療闘争以降人撃闘に先駆け意に命、という章があり、綱五郎がかつて半五郎だった頃、 江戸にいて遊郭に遊んでいたが、ある将棋が、砂五郎がそやなのが嫌で雑に扱ったところ、砂五郎は拳銃を懐に入れて、店に現れて、将棋を射殺。駿河国へと逃亡、やがて、次郎長一家に入ったという略歴を伝えている。次郎長とは2歳しか年齢が変わらず、体制よりも10歳年長であった。1866年5月22日。 伊勢国皇人山で勃発した皇人山の喧嘩では、大制が率いる本体に対する別動隊として、綱五郎は、甲斐の国八代郡条黒駒村の黒駒活動らを制圧するために隊を組んで、甲斐、品野へ転戦しており、この2隊が三河国発軍寺津村で合流し、平野二基地を先頭に皇人山へ向かったという。皇人山では、黒駒活動一家、 あのう徳食家の連合軍と戦闘、二基地を失ったものの勝利を収めた。明治維新後の1871年に行われた、工人さんの手打ち式の終了直後に撮影された清水一家の集合写真には、大瀬のハンゴロとして写っている。この時点で、すでに満49歳である。その後、間もなく、清水一家を離れ、故郷に戻る。 1872年12月21日、鈴木家の菩提寺である新言、宗うただし名山大鼓寺の栗が消失したため、1877年、前後に家屋を同時に寄贈、同時の栗として、2015年現在も使用されている。郷里の浅川村あざ落合では、多くの古文を養って、任教の師として慕われたという。1886年11月、 神奈川県南多摩郡浅川村座落合で死去した、満64歳没。東海有京殿は、綱五郎の亡くなる2年前である1884年、次郎長の生前に上司されている。次郎長が死去したのは、綱五郎の没後7年を経た1893年6月12日、満73歳であった。綱五郎の墓所は、落合山にあったが、 後に1977年3月27日、妻籍の母大と共に、太公寺境内に移された。同年7月13日、旧来の母所に綱五郎の神孫である、持田常、その夫である、持田二郎、鈴木家八代目にあたる鈴木幸男の連名で、関東綱五郎坊の後の石碑が混流された。持田二郎は、1960年7月、社会運動家、 講談市の大谷竹雄の著書、関東綱五郎の生涯を、小島正次郎の監修を受けて、出版した。次郎長の生前に上司された、東海有京殿に、綱五郎、武州の三、はじめ、半五郎と称すとあり、関東綱五郎は、大瀬半五郎であるとみなされているが、藤田五郎によれば、埼玉県八潮市伊勢屋の伊勢屋天間宮の敷地にある、光明寺石墓地に、教格。 大瀬ハンゴロの墓があるという。これは、1970年4月、初代八尾村長であり、埼玉県議会議員であった、オンダリサブロが混流したものである。藤田によれば、大瀬ハンゴロは通称であり、本名は、大作ハンゴロと言い,い、縁故者の大作信義がその墓の後輩を嘆いており、資材を投じて再建されたものであるという。ハンゴロの略歴については、 ミ岸幸太郎が調査した記録を、墓所のある新言州と与山派名業寺に収めたが、同時は、墓所再建後、1981年3月、末日までのある時期に廃された。同時跡の近辺に、王瀬という地名が残っている。別人ではなく、同一人物であるとするものの、出身を前日の墓所のある地域にする例もある。つくだみのる夫は、王瀬綱五郎は、 元の名を半五郎と言い,い、後関東綱五郎と書いているが、その出身地を武蔵区に埼玉郡伊勢の村とする。佃は林村大瀬の幕頭を切ったので、人呼んで大瀬の半五郎と由来を書く。次郎町三国志の村上元蔵は三代目神田白山の創作による講談を表して大瀬の半五郎の下りなど、うまくできているが、次郎町の古文の中には、 大瀬の半五郎というのはいない。関東綱五郎という古文がそのモデルと断定している。小説、関東綱五郎を書いた、長谷川晋は関東綱五郎を、かな、大崎半五郎本名とし、1881年に伊勢屋で病死したとする。長谷川は、去年36としており、1846年生まれと、見ていることになる。 架空人明治天日本編は、実在するとされているキラのニ吉、森の石松も掲載しているが、大瀬半五郎の項目もあり、別名を関東綱五郎として同一視しているが、江戸神田淡路町の人、鉄砲丹屋の息子と記載している。次郎朝三国志のスチル写真、左から二番目が、松方弘樹の演じる関東綱五郎。史実において、 関東綱五郎あるいは大瀬半五郎が清水二十八人衆であった時代は正確には伝えられていないが1864年以前のある時期から1871年までの時期であったことは明らかである。そもそも清水二十八人衆には架空の人物も数えられており、香壇師の三代目神田白山の創作であるとされる。三代目白山のあげる。 清水二十八人衆での綱五郎は、大瀬の半五郎と表記され、村上元蔵の小説、次郎町三国詩では、関東綱五郎と表記される。架空人明治天日本編では、大瀬半五郎を、別名、関東綱五郎、清水次郎町を、親分、大成、小政、森の石松、平野に吉を仲間、黒駒の活動的と定義している。次郎朝がまだ駆け出しだった頃、 二人目の子分として、酒をもらったとする。同書では、王瀬王瀬であるとする。牧野正弘の代表作とされる映画、二郎朝三国史、二郎朝三国史の二つのシリーズでは、それぞれ森賢治、松方弘樹が演じている。映画、二郎朝三国史は、村上元蔵の同名の小説を原作にしており、第一章、桶屋の鬼吉に始まり、東海遊郷伝を書いた。 甘田具案を描く第二十二章、甘田子、孔団、名も、高木富士の山本を創作した三代目、神田白山を描く第二十三章、神田白山で終わる、全二十三章で構成される同作において、綱頃を描く、関東綱子は、鬼吉に次ぐ、第二章にあたる。東宝版、東映版ともに、第一作から登場し、桶屋の鬼吉に次いで、次郎長、 第二の古文になる設定である。酒飲みねえ、寿司食いねえ、江戸っ子だってね、神田の生まれ世で知られる二代目、広沢虎像の老曲、石松三十国仙道中の原型は、三代目、神田白山の創作である。江戸っ子が石松に対し、清水一家で一番強いのは、大勢、小政、大瀬半五郎、増川千江門、法院、大五郎、大岩家三五郎、 と挙げていく中で、綱五郎は、大瀬半五郎として、大勢、小政に次いで三番目に、登場。三番目は、千獣総家の財の村役人のせがれ、大瀬半五郎だねと語られる。十六人挙げたところで、大瀬の次に、石松を失念していたことを忘れていたことを思い出す、という筋である。このくだりのあった時期は、設定では、文久二年の三月半ば、つまり、 クレゴリオ歴では1862年4月13日前後に、当たり、史実においては、綱五郎は40歳前後の時期であるが、石松は2年前にすでに死んでいる時期である。千住草加の在という表現がされているが、千住塾、草加塾はそれぞれ、日光街道及び、欧州街道の第一、第二の宿場であり、同一の地域ではない。二代目、虎像の老局。 清水次郎長伝大瀬半五郎で知られる。関東綱五郎あるいは、大瀬半五郎が登場する、主な劇場用映画、テレビ映画の一覧である。公開日の右側には、綱五郎の形式で綱五郎を演じた、俳優名とともに、次郎長を演じた俳優も記し、綱五郎、半五郎が重複して登場する作品はその順で、記した。東京国立近代美術館。 フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。ありがとうございます。